おはようございます。これより本会議を開きます。本日の議事は議事日程第5号により進めることにいたします。日程第1、議案第1号から議案第13号までの議案13件を一括議題とし、また条定議案以外の市の一般事務に関する質問も含め、2月29日に引き続き各会派代表および議員による代表質問を行います。はい、山本義弘議員。おはようございます。議長のお許しを得まして、新生クラブ山本義弘代表質問させていただきたいと思います。今日は新生クラブが1日丸々質問時間いただいておりまして、私の再質問とそれから関連質問をさせていただきたいかなと思っております。今日は本当に3月に入ったんですけども、非常に冷たい朝だったんですけど、逆にまた身が引き締まった思いがしたわけでございますけども、その中でですね、この議場において、しっかりした議論をしてですね、熱い議論をすることによってですね、しっかりとした松阪市の方向性が出ればなという格好で、また執行部の明快な、簡潔な回答をいただければ、少し時間も早めに終われるかなということも思っている次第でございますので、よろしくお願いしたいと思います。それではまず、順番を置いた格好でですね、進めさせていただいたと思います。総合計画の方は、2月29日終わらせていただきましたものですから、2番目の財政政策についての、再質問から移らせていただきたいと思います。市長はですね、1回目の答弁で、言われましたし、借金がすべて負の遺産だと言っているのではなく、我々世代がやるべきことをやった上で、次の世代を担う子どもたちに責任を持ってバトンタッチしなければならないという思いからであると言われました。その点は私も意を同じくするところでございます。私は負の遺産を残さないとは、バブル期はですね、最近の中国の不動産バブルのような事態ならともかくですね、現在のような経済情勢の中ではですね、ありえない話かなという格好でも思っております。また、大きな投資に対する、記載は議会の可決が大前提であることから、今後、負の遺産を残すような事業はありえないと考えております。また、負の遺産といった表現自体ですね、私はあまり好ましくない表現ではないかと思っております。評論家ならともかく、責任ある組長としての表現ではないようにも私は思っているところでございます。そこでですね、再度市長にお聞きをしたいと思います。市長は、現在の松阪市の財政状況をどのように認識をされているのか、さらに、市長は11月の定例会では任期中には市の借金を増やさないという考え方を示された上で、健全な財政の範囲で大胆に次世代に投資をしていきたいとも言われました。果たしてどう両立をさせていくのか、今後の財政運営についての基本的な考え方を再度聞きたいと思います。はい、竹上市長。おはようございます。それでは、財政状況の認識と、今後の財政運営についてというご質問でございます。今ですね、市の財政の現状でございますけれども、市の借金である市債残高はですね、10年間で135億円以上減りまして、この26年度末の数字で491億円というふうなことになっています。で、これに伴って交際費に関わる各種指標は改善していますし、市の貯金であります財政調整基金の残高は
10年間で34億円増えまして、これも26年度末で85億円といったものでございます。まあ、こういったことをですね、考えますと現時点では財政の健全性は確保されていると認識をしております。まあ、ただし議員もご指摘いただいたように、まあ、前回も私も答弁をさせていただきましたけれども、貯金が増えるからいいというふうな話ではなくて、やはりいただいた税金をきちんと分配するというのがですね、財政の基本的な考え方やというふうなことは思っております。で、まあ、ただですね、そんな中で地方交付税の段階的な減額というのが、もう来ております。そして高齢化に伴う社会保障の関連経費、そしてまた老朽化したですね、施設の維持更新費用の増加といったものも想定されております。まあ、ますますですね、やはり厳しさは増していく状況にあるということは確かなんです。で、引き続きですね、慎重な財政運営も必要だというふうに考えております。で、その上で今後の財政運営についてですね、11月定例会でも申し上げたとおり、私の任期中は市の借金は増やさないということを申し上げさせていただきました。まあ、このことを基本にですね、次の世代を担う子どもたちに、まあ、負の遺産という言葉はどうかという、まあ、議員の方はご指摘でございますけれども、やはり人口が減少していく、子どもたちがやっぱり今、減っていく状況にある中で、一人当たりのやっぱり借金の額が増えていく状況は好ましくないというふうな意味で、借金を増やさないと、そういう財政の健全性をですね、確保していくことが重要であるというふうに考えています。で、一方ですね、次世代への大胆な投資というふうな表現も使わさせていただいております。松阪市がですね、発展していくためには大変重要なことであると、まあ、前回も申し上げましたように、今、松阪市の人口減少はですね、伊勢湾岸沿いで一番厳しい状況にあるというふうなことも鑑みますと、やはり、そういった投資的な部分というのはですね、非常に重要になっていくというふうに考えております。で、この28年度の予算でございますけれども、松阪市の新しい挑戦の第一歩として、種をまくところから始めます。で、それ以降ですね、どんな投資をしていくかということは、やはり、誰のため何のためと、そしてまた、公平で公正なサービスといったことを念頭に置きながらですね、総合計画を策定する中で判断していきたいと考えております。まあ、なおですね、財源確保にあたりまして、これもまあ当たり前のことなんでございますけれども、既存の事務事業、これの見直しといったことも真剣に考えていかなくてはならないというふうに考えております。はい、山本義弘議員。はい、ありがとうございます。市長の方からですね、まあ、人口減少の中ではね、借金を増やしていかないということが、まあ、負の遺産ということもおっしゃいましたし、まあ、人口減少の中ではですね、まあ、それは伊勢湾の中で一番人口減少が激しいという中では、投資も考えていかなきゃということもおっしゃってはいただきました。ありがとうございます。まあ、先ほどのその次世代への、まあ、大胆な投資というところなんですけども、誰のため、何のため、公平公正なサービスといったことを念頭に置きながら、総合計画等の策定の中で反対していきたいということも今おっしゃられたわけでございますけれども、ここで言われたですね、次世代への投資なら、まあ、普通の表現なんですけれども、次世代への大胆な投資と、まあ、されておったところですね、また総合計画を策定する中で判断していきたいと言われたこと、ちょっとその辺が再度お聞きしたく、まあ、次世代への大胆な投資とはですね、どのようなものを想定しているのかですね、その点もお聞きしたいと思います。竹上市長。まあ、次世代の投資というふうな中でですね、まず子育て一番宣言という公約を掲げさせていただいておりますので、その取り組みから始めさせていただきたいというふうに思っています。例えばですね、床上浸水ゼロ、学力向上のプロジェクトチーム、そしてまた、松阪万年風呂などですね、松阪市の新しい挑戦の第一歩と、
というふうな種をまくことからですね、この平成28年度は始めることになります。ね、その後におきましては、繰り返しになりますけれども、やはりですね、誰のため、何のためと、また公正で公正なサービスということをですね、念頭にしながら、総合計画をやっぱり策定する中でですね、判断をしていかなくちゃならんというふうに思います。私がなぜ大胆というふうな表現をするかといえば、やはりですね、先ほど言いました、例えば床上浸水ゼロとか、この松阪版ネオブラとかいうふうな、ことにつきましてもですね、それなりにやっぱりこれお金が相当かかる話でございます。でそれをするにはですね、やはり選択と集中っていうふうな話にならざるを得ないと。やっぱり新しいことを始めるということは何かをやっぱり捨てなくちゃならんというふうな、どれを重要視するか、そういったですね、選択と集中っていうことを念頭に置きながら進めなくてはならない。ですから大胆な投資をやらなくてはならんというふうなことで表現をさせていただきました。はい、山本義弘君。はい、ありがとうございます。大胆な投資という表現の中ではですね、やはりいろんなことを想定される方もお見えになると思います。今的確なご答弁を賜ったかなということで思っておりますので、理解をするところでございます。また総合公益価格の中で、ね、策定されるということも判断ということも、先ほどもそれもご回答いただいたように、選択と集中かなと、それが今度の総合計画の大きなポイントになるのかなという格好で思ってますので、その点もよろしくお願いをしたいかなという格好で思います。それでですね、あとまた市長はですね、私の任期中には市の借金を増やさない、と言われておりますが、本年2月に配布をされました、松阪市中期財政見通しではですね、臨時財政対策債を含む市債 をですね、毎年度49億円借りるとした場合ですね、当面は元利償還金がそれを下回るため市債残高は増えるとありますと、あくまで見通しですが市債残高は増えるということのことでした。借金を増やさないという市長の姿勢は理解をするもののですね、現実はですね、市債残高は増えると想定されておりますけれども、その点の整合性をどう捉えたらいいのか、お聞きをしたいと思います。さらにですね、中期財政見通しの投資的経費を見ますとですね、平成29年度は54億4600万をピークにですね、平成33年度ではですね、31億2500万円と約23億円の減額となっておるわけでございますけれども、このことはですね、どういうことを意味をするのかですね、またその大胆な投資で、先ほど長く繰り返すようですけど、その大胆な投資はできていけるのかですね、ちょっと不安視するところもありまして、その点もちょっとお聞きしたいと思います。はい、中井出総務長。中期財政見通しについてのご質問でございます。まずこの中期財政見通しの策定の目的でございますけれども、その目的の一番目に挙げさせていただいております、中身ですが、中期の財政収支の見通しを立てる中で、現在および将来における問題点を補足し、財政運営の健全性を確保するための対応策を検討するということを3つの目的の中の一番上に掲げさせていただいているところでございます。策定にあたりましては、これは見通しということで一定の条件を課させていただいております。具体的にはこの中期財政見通しの3ページ目に掲げさせていただいておりますけれども、歳入歳出それぞれ、一定の前提を課させていただいた上で、最終的な差額を投資的経費というところで調整をさせていただいているところでございます。議員のお話の中にもありましたけれども、市債についてですが、これにつきましては、建設債と臨時財政対策債の合計を49億円と、これは従来からおかさせていただいております。これにつきましては松阪市の将来的な償還能力というところから、勘案して、作らさせていただいています。もうちょっと詳しく申し上げますと、松阪市の、一般財源ですけれども、400億程度でございます。
そういった中で、49億円借りるということは49億円返すということでございますけれども、利息も含めますと、現在利息5億円前後毎年返しているという状況です。その利息も、含めたところで、交際費の負担率が、13% 台ぐらいで、あればですね、将来的にも財政を運営していけるんじゃないかというところから、49億円というところで、従来から設定をさせていただいているところでございます。借金を増やさないということとの整合性についてでございますが、今回の、中期財政見通しにおきましては、借金を増やさない場合の、ものをですね、参考として、通常の49億円とは別の方でですね、参考として、出させていただいているところでございます。これによりますと、これを見ていただければ分かるということではありますけれども、その場合にはもう少し厳しい見通しというものも、見られるのかなというふうに思ってございます。また投資的経費についてでございますが、議員ご指摘のとおり、29年度ピークに、33年度には23億円余り減額しているというところでございます。これは歳入では市税の伸びがそれほど期待されない中で、普通交付税の段階的な減額であったり、歳出では扶助費や高い経の繰り出し金といったものが高齢化等による社会保障関連経費の増加ということで増える見込みということから、差額として投資的経費が減りつつあるというところでございます。これにつきましては、何もせずに手をこまねいていれば、そういった義務的経費や繰り出し金の増によって投資的経費を減らさざるを得ないという状況になると思いますので、今後の財政運営の健全性を確保し、おっしゃられた必要な投資をしていくということに、ためにはですね、この中期財政見通しの4ページ目の最後の方にも掲げさせていただいておりますけれども、歳入の確保、あるいは歳出の抑制と適正化ということで、さまざまな取り組みを掲げさせていただいております。歳入歳出両面にわたりまして、こういったさまざまな取り組みを進めていかなければいけないというふうに考えているところでございます。山本義弘議員。はい、詳しく答弁いただきましてありがとうございます。やはり財政の健全化、これが一番のことだと思いますし、最後におっしゃいましたけど、歳入の確保という点と、それは歳出の抑制と、これ、しっかりと書いていただいておりますとね、これに乗っ取った格好で、しっかり実行いただければなという格好で思う次第でございます。続きましてですね、臨時財政対策債についてですね、質問をさせてもらいたいと思います。臨時財政対策債は、本来地方交付税として、配分されるべきものがですね、実際に振り替わったもので、臨時財政対策債の元利償還金の 100% が、基準財政需要額に算定される、交付税措置されることと、なっております。また発行限度額が後にですね、交付税参入されることになっているということでございます。臨時財政対策債は、地方債でありながらですね、地方公共団体が、建て替え払いをした地方交付税という見方とですね、地方公共団体の経営収支の、経営収入のですね、経常収支、ごめんなさい、地方公共団体の経常収支の不足を、補填する赤字地方債とも言われております。臨時財政対策債はどのように捉えて見えるのかお聞きしたいと思います。28年度は17億円を見込んでいますが、本来の発行限度も踏まえてですね、お聞きしたいと思います。はい、中井総務長。ご質問のありました臨時財政対策債でございますけれども、これにつきましては、議員ご説明いただいたとおりではございますけれども、地方財源の不足、を補填するための施債で、地方財政法第5条地方債の制限の特例として、平成13年度から、臨時的に措置がされているものでございまして、
なかなか地方交付税の財源不足が解消されないということから、法律の改正を繰り返しながら現在に至るまでその措置は延長されてきたというところでございます。平成28年度のですね、地方財政計画を見ますと、臨時財政対策債の発行額ですけれども、これは日本全体でということですが、3兆8000億円ということになっております。そのうち、これまでの臨時財政対策債の償還にかかるものが、3兆5000億円ということでございまして、9割以上が借金を返すために借金をしているという状況でございます。これまで松阪市におきましては、臨時財政対策債の発行を極力抑制し、真に必要な額に限定をしてまいりました。その結果ですね、単年度ベースでは、臨時財政対策債の発行可能額と、実際の発行額と隙間が出ております。その隙間でもってですね、今後普通交付税の減額であったり、社会保障関連経費や、老朽化施設の維持更新費用の増額といったものも、一定程度吸収できるのではないかというふうに思ってございます。さらに、臨時財政対策債の償還につきまして、例えばですけれども、臨時財政対策債の発行可能額が30億円に対して実際の発行を20億円に抑えた場合です。そういった場合には、市債の残高は、20億円増えるという一方で、それに見合う交付税に算入される財源は、これは発行可能額と同額の30億円ということになりますので、差し引き10億円の余裕が生まれるということになります。これにつきましては、他の借金返済に充てることも可能となりますので、交際費の負担軽減等につながっているものというふうに考えております。こういったことからも、必要のない、臨時財政対策債の発行はしないというのが基本だというふうに考えてございます。平成28年度におきましては、平成28年度予算におきましては、これは現時点における発行可能見込み額ということですけれども、25億円程度だというふうに考えておりまして、それに対して17億円を計上させていただいたというところでございます。はい、大和芳郎議員。はい、ありがとうございます。28年度の臨時財政対策債は日本全体でも7000億でしたけど、なんか減額をされたという形かなと思っておりまして、それだけ、税収等のアップの中でですね、臨時財政対策債の日本全体の総額も減らされたかなということで思っております。今お話しあったように28年度の予算ベースでは発行可能限度の見込みが25億円に対して17億円を計上されたということでございまして、約8億円の余裕があったかなと。それが基準財政需要額に算入されていきますと、8億円の分がまた交際費等の負担軽減とかですね、そういったところに回せるという財源なのかなというか、ここで確認をさせてもらいました。最後になりますけど、この財政の問題でですね、市の借金であるですね、資産残高はですね、平成26年度末では10年前より135億円減って491億2000万円ということになっております。特にですね、資債償還、借金返済がですね、将来の財政にですね、どの程度影響を及ぼすのかということを考えるですね、将来負担比率、がありまして、それの、それにおいては、平成26年度はですね、初めて、マイナスとなったということでございました。このことはまず本当に何を意味するのかと、それから、資産残高491億2000万円に対してですね、基準財政需要額、参入見込み額がですね、476億4255万円となっています。ちょっと一度昭和カメラ見てください。これはですね、交際費の交付税参入等に関する資料ということをいただいた中のことなんですけれども、これのここなんですけれども、よいしょ、ここですね、
ここにですね、地方債残高、普通会計に対する交付税参入見込みというところがございます。これ26年度の指標で、将来負担比率を出されたときの数字でございます。要は26年度、被災残高が491億2000円飛びといという格好になっておりますけれども、に対してですね、基準、財政需要額参入見込みが476億4255万ということで、割合的に 97% ということで、こういった指標が出てます。ありがとうございます。先ほど申し上げましたが、それの中でですね、要は 97% がですね、国から財源がですね、手当てされているというわけでございまして、将来の借金返済には問題がないということが明確にここで出ているのかなと思っております。これは財政の健全性から見ても本当に良いのではないかという格好で思っている次第ですけど、この点についてちょっとご見解をいただきたいと思います。はい、中井で総務長。はい、ただいま市の財政運営に関しまして、この借金と、将来的に、交付税に参入されるであろうその、額との関係のご質問がございました。まず市の借金である市債残高ですけれども、議員おっしゃられたとおり、平成26年度末で約491億円でございます。この、市債の償還、いわゆる借金の返済ですけれども、将来の財政にどういった影響があるかということを考える場合ですけれども、議員がおっしゃられた将来負担比率というものはもちろん一つの手がかりになるというふうに思ってございます。この将来負担比率ですけれども、大雑把に申し上げますと、市税等の一般財源収入に対する、実質的な債務の割合ということになっております。もう少し細かく言いますと、実質的な債務というものにはこの市債の残高のほかにですね、債務負担でありますとか、現時点での退職手当の額などが入ってまいります。一方で、基金の残高であったり、将来の交付税に参入される財源というものが除かれるという状況の中で、そういったものを引いたときにマイナスになったということでございます。さらにこれを分解してみますと、議員おっしゃられたとおり、諸外カメラの方で、見ていただいたとおりでございますけれども、市債残高、約491億円に対して、それに見合う将来の交付税に参入される財源ですが、476億円余りということで、割合で言いますと 97% ということになっておるございます。これですけれども、この要因ですが、主に、これまで市としてメリットのない市債というものは発行してきておりません。具体的には、退職手当債といったような今年度において地方交付税等に参入されない市債については発行してきていないという、ことでありますとか、あと先ほどご答弁、申し上げましたけれども、臨時財政対策債、この発行を抑制してまいりました。22年度から26年度の5年間で、約110億円、抑制してまいりました。こういったものが要因となって、今の 97% という数字が出てきているのかなと思っております。仮にこの110億円ですけれども、先ほどの 97% との関係で言いますと、22% ぐらいが、この、臨時財政対策債の発行を抑制することによって、財源手当が増えているという状況でございます。いずれにいたしましても、現行制度を前提にすれば、市債残高の大半について、その財源手当がされているとも考えられますので、将来的に、市債償還が、市の財政を圧迫するような状況ではないということは言えるというふうに思ってございます。はい、山本芳弘議員。はい、ありがとうございます。要は将来的においてですね、
財政の圧迫することはないということをしっかりと言っていただいたかなということで思いますし、97% が国の方から財源補填が約束をされているという現実を聞かせていただいた中では、健全な財政であるということが明確にされたのかなという格好で私は思います。被災残高をですね、この減らすことがですね、目的では私はないと思っています。ある面ですね、これは残高を減らすと思えば容易なことかなということも思っております。事業を行わない、先送りをするということでございます。市長が言われたようにですね、松阪市の将来のために、松阪市の子どもたちのためにですね、的確な投資をすることこそですね、市長に求められていることではないかと思っています。松阪市の財政は健全であることからですね、市長の思い切った次世代への投資にも期待をするところでございます。これで財政の質問は終わらせていただきたいと思います。続きまして、地方創生についての、再質問をさせていただきたいと思います。地方創生はですね、1回目の質問の中でですね、昨年12月に示されました松阪市町人仕事、創生総合戦略の、中間案を、全員協議会で示されたときにですね、私が一番気になったのはですね、市長がですね、自らですね、これでは地域間競争を勝ち抜いて、これから地域間競争を勝ち抜いていかなければならないときにですね、今のこの中間案のままではですね、まだまだ不十分であるというような意見を本当におっしゃいました。これ非常に厳しい指摘であったと同時にですね、中間案とはいえですね、私たちもそうなんですけど、物足らなさを感じた次第でございます。市長のですね、松阪市町人仕事、創生総合戦略への取り組みのもう一回再度の目的とですね、姿勢を再度お聞きしたいと思います。はい、滝上市長。この地方創生のですね、これは人口対策というふうな視点もありますが、地方経済を振興して、で若者を中心に地元で職を得て、そして豊かに暮らせるように、そして人口減少対策もしていこうというものであるというふうに考えております。ただしですね、この町人仕事の計画につきましては、国の地方創生の交付金ですね、これをもらうための計画でもあるというふうなところもございます。で、平成27年の国勢調査の速報ではですね、先ほども申し上げましたけれども、この伊勢湾岸沿いで桑名から伊勢市、四日市除いてですね、前回調査と比較してすべての市で人口が減少しています。で、特に松阪市はですね、2.44% マイナスということで減少率が一番高く、私は本当にですね、このことに関しては危機感を持っているというふうなところでございます。で、若者の転出超過を防ぐための、学ぶ場の充実、企業家への支援の充実、そして地域産業の人材確保、育成に向けた取り組みを進めていきたいというふうに思います。で、私の公約の子育て一番宣言に掲げる政策の子育て政策や働く場所を増やすための施策を確実に着実に実行していくことによって、松阪市が元気になる取り組みをしっかりやっていきたいというふうに考えております。山本芳郎議員。はい、市長がいつもおっしゃっていただいてます、本当に子育て一番宣言じゃないけど、そういったものをですね、全面的に出していきたいということで、その通りかなと私も思います。その点がちょっと僕も力強さがなかったかなということで思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それと先ほどのお話の中で少しだけちょっと気になったことは、交付金をもらうための計画なんですけどとおっしゃったんですけど、やっぱり交付金は、ね、もらいに行ってもらわなあかんと思いますよ、取りに行ってもらわなあかんという格好で、これはもう地域間競争ですから、よろしくお願いをしたいなという格好で思います。ですね、そしたらまた再度、その町人仕事、創生総合戦略ではですね、人口ビジョンの策定が求められておると、
松阪市の平成25年度の合計特殊出生率は 1.53 で、全国ではですね 1.43、 三重県では 1.49 から、まあ、比較的と少し比較するとですね、まあ、少し高い状況ですけども、人口規模が維持される水準 2.07 は大きく下回っているのが現状です。また松阪市の将来人口推計の試算では2040年にはですね136,668人、2010年度対比で 81.3%、 2060年にはですね 108,255 人、2010年度対比 64.4% ということで、もう辛くも10万人台ということでございます。こういった形で大幅な人口減少の推移が推計をされているという現状でございます。さて、2月4日開催されましたですね、松阪市議会の研修会でですね、中部経済産業局次世代産業課長の林課長から地方創生についてのですねご講演をいただきました。執行部の方も出席をいただいて聞いていただきました。そこで松阪市の町、人、仕事、総合戦略の中間についてもいくつかのですねご指摘をいただきました。一つはですね、松阪市の強みの推しが弱い印象やと、松阪牛、三井家発祥、伊勢街道などの強みをもっと出してはどうかと。二つ目は近隣都市、地域との連携、広域連携の視点が見られない。三つ目に、国際性、世界に打って出る視点が見受けられない、などの指摘を受けました。この貴重な指摘をどう受け止めるかですね、総合戦略にどう結びつけようとしているのかお聞きしたいと思います。はい、加藤経営企画部長。ただいま議員の方からもご紹介いただきました2月のこの研修会でございます。私も参加を出席をさせていただきまして勉強をさせていただいたところでございます。講師の先生の方からもですね、先ほど議員からも紹介ありましたように、まさかの強みの押しが弱い印象があるというふうな、この中間を見て、そういう印象を持ったということで、まさか押し、あるいは三井家発祥、伊勢街道などの強みをともっと出したらどうかというふうなご指摘、あるいは先ほども国際性、世界に打って出る視点等ですね、いくつかご意見をいただいたところでございます。そういった講師からのご指摘もいただきましたように、松阪市はですね古くから交通の要衝、あるいは宿場町としてこう栄えてきたという歴史がございます。そのことによって人とかあるいは物が集まってさまざまな文化が蓄積をされまして、松阪市独自の豊かな文化が築かれてきたと、このように考えております。このようなことが講師の先生もおっしゃっていただきましたように、松阪市の強みではないかなというふうに考えておるところでございます。このような強みを現在策定作業を進めております松阪市町人仕事総合戦略の中では、松阪イズムというふうな形で捉えまして、松阪市の将来像を松阪イズムの継承と進化と、このような形で示しているところでございます。松阪市が元気になる重要な取り組みの一つに、働く場所を増やすというものがございます。総合戦略の栄える町プロジェクトにおきまして、松阪市では初となる航空機産業の進出を地域経済の活性化や地元への雇用対策等に生かしていくと、こういった取り組みを進めていきたいというふうに考えております。また近隣都市地域との連携と広域連携、そういった視点もご指摘をいただいております。これは松阪地域定住事実圏の枠組みの中で滝郡三町と連携をしまして、人口定住移住促進施策を展開をしまして、さらに松阪以南地域との連携も模索をしながらですね、観光戦略を広域的に進めることで交流人口の増加を図って地域の活性化につなげていきたい、こういった考えを持っているところでございます。また世界ブランド松阪牛や松阪木綿など松阪市の特産品や観光資源を活用しまして、さまざまな施策を複合的に取り組むことで、すべての分野の産業を活性化をさせ、雇用の拡大あるいは創出に結びつけていきたいというふうに考えております。また松阪市を元気にするために
産業を支える人材の育成が必要というふうに考えております。多くの業種を輩出としました風土を生かしながらですね、企業創業への支援を強化をするとともに、新たな産業にも対応した人材育成、これにも努めていきたいと、このような考えで、この総合戦略の方へ反映をしていきたいというふうに考えているところでございます。はい、山本芳郎議員。はい、ありがとうございます。松坂イズムということで、継承と進化ということで、もう本当にこれも私も10年前からこれも聞いているような話なんですけど、なかなか具現化されないなというのはもう現状かなと本当に思ってます。いろんな形で、三井県の関係でもそうですけど見えてきたかなというところもあるわけですけど、これをいかに本当に、しっかりとした本当に松坂イズムと言って定着をさせていくように持っていくのかなというのがすごく、期待もし、また不安にも思うところでございます。それと、昨日の、某新聞ではですね、東芝の社長さんもなんか松坂にお見えになったということもありまして、豊原町の陰女というところにもということでお勤めになっていて、山口喜三郎さんでしたっけね、そういうことの新聞が載せていただきまして、本当に松坂市としては、産業界もそうですし、探検家いろんな方々がお見えになってポテンシャルあるなという、これを本当にどう連携つなげていくのかなという、もうここさえつながれば、今についてつながっていけばですね、相当なものができるのかなと本当に期待もして、本当に思うところでございまして、本当にみんなが知恵出し合わなあかんなというところに来ているかなと本当に思っている次第でございます。さらにですね、その林課長がですね、地方創生に向けた政策を考える上での留意点ということも挙げられました。それはですね、トレンドを捉えると、インバウンド観光やですね、高付加価値農業、農産物、食品等の輸出、独自性にこだわる、松阪市の強みを生かす先進的な取り組みに挑戦する、持続可能性を担保すると、主体性、やる気、財源、PDCA、民間主体の組織の育成、などが挙げられておりました。これもその通りじゃないかなということで思いました。この点についてはですね、またどのように受け止められたのか、どのようにそれをですね、展開しようと考えられているのかですね、お聞きしたいと思います。はい、加藤経営企画部長。研修会の当日、参考ということで、試験ということで、この講師の先生がおっしゃっていただいた部分でございます。まずトレンドと申しますと、やはりこの本年5月のですね、伊勢志摩サミットがあろうかと思います。また2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催をされると、こういった大きなこともございます。こういったことを一つの契機と捉えまして、特にインバウンドによる観光振興への期待というものも高まっておるのかなというふうに感じております。そういう意味から松阪市におきましても、観光施設や受け入れ体制の整備などを進める中で、観光産業の発展につなげていきたいというふうに考えております。また先ほども申し上げました松阪市では初となる航空機産業の進出、これを地域経済の活性化のチャンスというふうに捉えまして、新たな基幹産業として発展成長するように、さまざまな取り組みをですね、行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、山本芳郎議員。はい、ありがとうございます。先ほど、ご指摘の試験の中でですね、言わせていただきましたですね、主体性、やる気という、で本気という、これが、私はもう行政に今一番しっかりと求められているところかなということで本当に思っています。それを行政がいかにやる気を出して見せるか、見せつけるかということがですね、民間との連携にもつながっていくのかなということを思っていますので、その点よろしくお願いをしたいと思います。28年度予算ではですね、地方創生の進化のための、新型交付金としてですね、国の、28年度予算では1000億円が見込まれております。地方創生の進化に向けた地方公共団体の自主性、主体的な取り組みを、支援するとして、地方版総合戦略に基づく事業に対する国からの2分の1の交付金が創設をされております。松阪市として、エントリーしている事業はあるのかですね、お聞きをしたいと思います。
はい、加藤計画部長。今のご紹介をいただきました28年度当初予算に、計上がされております地方創生推進交付金、これは1000億円が計上される予定ということでございます。この交付金につきましては先駆性とかあるいは自立性、地域間連携など、複数のですね、条件が求められているというふうにされておりますけれども、まだ現段階で、詳細な交付要項などのですね、部分が明らかになっていないというところもございます。このことからですね、益城市が今後さまざまな事業を展開をしていく上でですね、この地方創生推進交付金の活用も含めて、具体的に検討していきたいというふうに考えておりまして、今実際にそのエントリーをしておるという部分についてはまだございません、ないということでございます。はい、山本芳弘議員。27年の加速化の交付金かなんかも出て、これは約1000億円ぐらい出てたと思うんですけど、本当にこう見ますと各市町ではもう総合戦略すでに策定をされてですね、もう予算化されているというところもしっかりあります、見てますと。そういった意味合いではですね、少しちょっと松坂市においては気になるところでございまして、先ほど申し上げたように交付金がそうやってあるわけですから、しっかりとそれ勝ち取っていくというやっぱり姿勢も大事なのかなという格好で本当に思います。すでにですね、取り組んでいる自治体、先に言いましたように自治体があるのに、その松坂市の地方版総合戦略に基づく事業に対する対応はですね、私は少し遅いように感じております。地域間競争というのはですね、地域間のですね、知恵比べかなという格好で思っておりまして、松坂市は少し立ち遅れているなということに思います。職員全員がですね、地方創生の意義をですね、しっかりと共有していただいてですね、オール松坂でですね、各課横断的に汗をかいてですね、知恵を出し合い、新しい取り組み総合戦略をもう考えられるようにですね、私はその若い職員の方々にも、これオール松坂ですから、いろんな柔軟なアイデアを出していただいてですね、斬新な知恵も出し合える、体制仕組み作りも必要かなという格好で、思っている次第でございます。こういったことの点もですね、早々にお考えいただきたいと思う次第ですけど、この地方創生について最後ちょっと市長のコメントいただければと思います。はい、竹山市長。先ほども少し申し上げましたけれども、この地方創生の計画、議員ご指摘のようにですね、やっぱり地域比べっていうところも非常にあるなというふうに思っています。で、我々はまた期待しておりますのがですね、これももう議員ご承知だと思いますが、この27年補正は、ほぼ 100% 国の交付金事業という中で、取り組みがなされます。ところが28年度のですね、事業については、いわゆる2分の1というふうな形で、通常のいわゆる補助事業のような、そういう体系になっていると、いうふうなことで考えると、言い方は悪ございますが、27年度は非常に魅力的なところがあるんですけれども、28年度の事業になるとですね、普通の事業とあんまり変わらないのかなというふうなところで、全体的にその気合いの入り方というところがですね、やっぱり少し違ってくるかなというふうな思いはございます。そうはいうものの、やはりですね、いろんな形で、国のこういった交付金、これからさまざまなまだ形を変えながらいろんな形でですね、変わってくるというふうに思ってます。で、我々も時期的にですね、総合計画の策定とこのいわゆる地方創生の計画のかぶるところが随分ありまして、総合計画の方にやっぱり相当重きを置いている部分もあって、議員ちょっとその、ご指摘のようにですね、力の入り具合はどうなのかというふうな、ご指摘もいただいているところでございます。いろんな形でですね、ご指摘のとおり、やはり他の地域に負けないようなそんな計画作りをやっていきたいというふうに思ってます。山本芳弘議員、地方創生でちょっと区切りをしたいと思いますので、はい、
まず続きますか。はい、はい、山倉志郎議員。市長、ありがとうございます。ちょっと魅力がないというのも、それも重々承知なんですけど、本当に私が最後言いたかったのは、松阪市の職員さん、優秀な職員さん、たくさんお見えになると本当に思ってます。この本当の若い職員さんのからもですね、しっかりとこういう意義があると、松阪市はこう向くんだよということをしっかりと、市長はなんか癖になってもありましたけど、市長の政策とか言ったところを、全職員に伝わるようにということをおっしゃいました。これは本当にその通りだと思ってます。それが伝わっとったかなというのが私も一番危惧したところでございました。ですから、それも地方創生に向けて松阪市はこういくよと、私の思いはこうだということで、市長がしっかりアピールをいただいてですね、みんなで知恵を出してこいという形でですね、していけばですね、また変わっていくのかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。これで地方創生の、質問を終わらせていただきます。